はい、ということで今日もあのセントラルゴルフクラブにやってまいりました。今日はもう明日からの試合の指定練習日です。今日はなので今日は学生たちしかいません。6、7が団体で個人が90ですね。はい、緑の甲子園、熱い戦いが待ってます。行ってみましょう。振り切りのカートがずらーっと並んでて、まあなんか去年ぐらいからこういう手引きのカートがやっぱちょっと大きくなったみたいですけど、ね、年々ちょっとやっぱ熱くなってきちゃってるんで、熱中症対策ですかね。でも男子はまだ担いでる子が多い。団体の部何個あるの？結構ありますね、まあ、北は北海道、南は鹿児島とか九州も多いですね、来てますね。お疲れ様です。作るの。そうですね。セミがミン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 鳴いて、あ、日陰なんでサングラスかけてる方がいらっしゃいますね。あれはそうですね、かけるさんです。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたしま す。今日はスペシャルゲストです。スペシャルゲストです。高校ゴルフ連盟の理事長井上先生です。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。こうやってなんか生で見れるのすごい嬉しく思ってます。ありがとう。ありがとう。理事長このようなキャラです。そうそう、一瞬でいい感じに、いい感じに崩れた、はい、僕は普段は指導してるからね、はい、ゴルフとか、うん、高校 そのゴルフのインターハイってなんかその先生はどのような取り組みをしていらっしゃるんですか？うん、まあ、ゴルフは野球と一緒で、うん、野球も交代連とか入ってないでね、はい、あの高校野球連盟、うんうん、まあ、そんな形で高校もゴルフ連盟というような形で、うん、まあ、単体でやってるけど、はい、まあ、そこを結局まあ緑の甲子園というような形で、うん、みんなからこう、ね、マスコミの人とかいろんな人からこう注目を浴びてね、うん、この子たちがやっぱりこう楽しんで、うん、またプレッシャーもかかりながらできるような全国大会にしたいなと、うん、いつも思って、はい、夜も寝れません。夜も寝れません。はい、はい、それぐらい熱くね考えてやってます。今日ぐらい熱いです。こちらこそよろしくお願いします。高校連を応援してくれてるスポンサーさんがたくさんいらっしゃるので、はい、うん、そう、ね、看板にね、これがたくさんいますね。昨日この全国大会用のに対してのスポンサー、うん、こういう感じ。これがうちのあのスポンサーの看板。はい、やっぱゴルフ関係ない会社さんも多いんですね。多い、多い、多い、うん、あ、オークリーさん入ってます。入ってますね。こういうのをしてる子供たちもやっぱりその社会に出る前にこういう人たちにやっぱお世話になってるっていうのも分かってほしいし、やっぱりこう大会っていうのはこういう人たちにもやっぱお世話になって成り立ってるんやっていうこともやっぱりちょっと頭の中に入れててほしいなと、うん、はい、うん、思ってるんですよ。スリクスなんです。はい、今日はちょっとパンツで、ね、はい、ちょっと丈長かったんで折りました。おしゃれですね。おしゃれに着こなします。ちょっとね、足首見せるだけで少しね、なんかカジュアルになるんで、何でもおしゃれにできますからね。そうですよ、はい、おしゃれに、はい。まあ、3日の日にちょっと取材させてもらった、いや、パター練習してますね、皆さん。これなんでタオル引いてるんですか？足跡が、あ、そういう、あの、足跡がつかないようにわざわざやってるんですか？えらー、すごい。え、ここにボールを通すんですか？ちょっと、あの、やってもらってもいいですか？やばい。すごい。お、超ギリギリ、超ギリギリ、すごい。参考になります。この前とすごいウェアが違う。今日は黒黒で、全身黒で。暑くないですか？暑いです。暑いです。お邪魔しました。頑張ってください。こちらでもまた練習してますね。あそこの3選手、はい、いるんですけど、はい、ちょっと可愛らしいですね。ちょっと初々しい感じです、ね、うん、なんかみんな小柄ですね、はい、うん、そこの高校を率いる、う
はい、聖光学園高等学校の監督であります高橋先生です。高橋先生、はじめまして。はじめまして。実はですね、聖光学園さんは創部1年目なんですよ。4ヶ月です。はい、すごい。創部4ヶ月で、しかも見てください、3人なんですよ。え、3人だけなんですか？4人中3人のスコアを取るんで、4人いた方が有利ですよね。うんうん、でも3人で試合に出るらしいんですね。すごい。結構すごいことなんで、どういう経緯で勝負されて、ここまでこう全国大会にたどり着いたのかっていう、ちょっと経緯を先生にちょっとお伺いしたい。僕地元で、徳島で住んでて、プロゴルファーなんです。ね、はい。ちっちゃい頃からまあこの子たち教えてて、それが高校に入るタイミングで、まあ県外にこの子たちが流出するのを、ちょっと徳島でゴルフがなかったので、それで作ってしようということで、あのまあ僕に白羽の矢が立って監督をするということになりまして、まあ、1年生ばっかり3人ですけど、四国のこの団体予選では優勝してきたんです。すごい。おはようございます。キャプテンの島勝日向です。今回のこの試合 の意気込みとかありますか？初めて出場するんですけど、団体戦で出場するんですけど、優勝を目指して3人で頑張りたいと思います、ね。他の高校はみんな4人だと思うんですけども、はい、やっぱ3人という中でちょっとやっぱ緊張感も違いますか？3人とも生活ともに仲良しなので、あんまりそういうの考えずに、少し緊張感を持って仲良くやってます。明日から頑張ってください。ありがとうございます。ショートパッド、ショートパッド得意な得意なのは宮古麗華です。宮古麗華さん、はい、やばい、ナイス。やっぱ得意ですね。あ、ぶっかわいい。ちょっと緊張してるよ、ね、何か気をつけていることありますか？ボールとカップを結んだラインの上に乗せて打つ感じです。はい、まっすぐ打てってことですかね？そうです、ね、はい。狙ったところにまっすぐ打て。そういうことですね。じゃあロングパットが得意な村上美久です。村上美久さん、本当のロングパット行きましょうか。おー、ちょっと短い。あ、いい感じ。重たそう。あ、ライン乗ってました、まあそうですね、距離感は別としてもラインに乗ってるので、ね、すごい、ね、いきなりやれって言われてポンってやってる、すごい。ロングパットで一番気をつけてることって何ですか？ツーパットで行くんだったら、次が上りで残るようにしたり、オーバーしたら返しのラインが分かるから、状況によってツーパットで決める。次のパットを考えて打つように。ちょっとオーバーめに行くのか、ちょっと手前にしとくのか、いいこと聞きました。本当に頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。自分磨きみたいな、なんか中学生の頃からメイクがすごい好きで、自分の顔はどういうメイクに合うのかなっていうのをめっちゃ研究して今に至ります。さて次は大阪学院の男の子も注目してる選手がいるって言ってて、それが明徳のイケメンくんらしいんですよ。そうそう、小平くんね、かな、さて、どなたでしょうか？岡田光平くん。岡田光平くん、イケメンくんね。セカンドからいきたいと思います。ここパー4ですか？パー5です。パー5です、よし。ちょっと池がね、右にありますけど、ね、みんなね、上打ってショートカットしてましたね。あ、ほんと？うん、さすが。じゃあ、ツーオン狙いだ。岡田選手、岡田くん、いい目をしてましたね。いい目をしてましたか？いい目してましたよ。気持ちがやっぱね、おばちゃんのミリハラになってるんですよ。うまかったらなおさら応援したい。あそこに1個めっちゃいいボールある。あれ、ボールだよね、うん、この前のはね、学校全体学校単位で練習ラウンドしたんですけど、指定練習日は各学校バラバラなんで、うん、いろんな学校がいきなり一気に取材できるので、はい、そこはちょっと楽しみですね。知らなかった。バラバラでやるんですよ、試合と同じ感じ。そうですね。これはグリーン狙うんですか？はい、狙います。狙います。2オン狙うんですね。はい、
ナイソン、うまい。結構沈んでましたね。ね、ナイスです。瀬戸内高校ですね。はい、はい、笠原明で3年生です。3年生、ね、はい。あ、レフティですか。はい、はい。これパー5何ヤードあったんですか。544ヤード。544。はい。え、これどのくらい飛んでるんですかね、大体。残り180なんで。え、360ぐらい飛んでます。嘘でしょ。聞きました。で、360ってどういうことですか。平均飛距離いくつぐらいなんですか。300ぐらいなんですけど、多分キックとか転がりが良かったなと思って。いいとこに落ちたってことですね。昨日より40ヤードぐらい前にいくんで。まあ、ロングで残り何番アイアンで打つんですか。もうセカンド今7です。7番アイアンです。はい、いや、ナイス。ナイス。大阪学院のね、男の子がね、ライバル視してましたよ。あれじゃないですか、大好きじゃないですか。かな？かもしれない。あ、そう。仲いいんですか。仲いいです。仲いいんだ。あ、昨日、か、おととい、本当はタピオカ行こうやって言ってたんですけど。タピオカ、高校生っぽい。でも、うん、泊まってるホテルが違うかって。あー、そうなんだ。そうなんだ。はい。今日が5日でしょ。はい。いつから入ってるんですか。と、1日に移動してきて、うん、2日で、うん、あ、2日にも来て、2日にこっちに来て、から練習ラウンド1回して、なるほど。で、今日今日ね、まるい、うまい、ナイスです。何年生ですか。お名前教えてください。1年生の雪正涼です。1年生です。ってことは今年初の大会ですね。はい。何歳からやってるんですか。そう、僕は7歳。7歳から、はい、小1か2か、そのぐらいか。はい。それぞれライバルだから、うん、頑張ってほしいですね。はい、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。滋賀県の石塚くんです。遅いね。監督もすごい期待してたので、うん、はい、ちょっと初頭、はい、これ次2打目ですか。2打目です。2打目デスポジ。おお、ちょっと落ちた。ちょっと落ちた。ね、惜しい。バンカーは得意ですか。まあ、得意です。よし。はい、マリオンです。頑張ってください。力強い球でしたね。はい。じゃあちょっと、次はティーショットを撮りたいと思うんですが。皆さん、こんにちは。いきなりだけど何も続けてないからですけど、YouTube の番組です。登録者はやっぱ男性の方が多いんで、皆さんを見て応援したいと思ってくれたらいいなと思ってお伝えします。平均のドライバーの飛距離はいくつですか。280。え？280。え、ちょっと謙虚にください。いや。ガッツンと300聞いたことない。おお、ナイス。大隣。ちょっと右。今日のイメージはどうですか。自分の中で。ちょっと右。ちょっと右。明徳義塾高校の福住君。はい。福住君。おお、すごい。ナイス。
ボール。すごい。お名前聞いてもいいですか。平井大河です。平井くん。はい。平井くん。ちょっと手前ですね。緊張しましたが。はい。はい。おお、これは。これは来たよ。ベスポじゃないですか。ナイスです。はい。よいしょ。イメージ通りですか。ちょっと突き抜けた。もっと右側。そうだね。狙いだ。いやナイスボール。これは完璧じゃない？うわ、これ完璧ですね。うん。いい球ですよね。うん、ナイス。これはちょっと沈んで難しそうですけど、どうするんですか？少しカット目に入れて。うん。ケースはちょっと開いてます。少し開いてます。少し開いてます。これグリーン狙うんですか？グリーン狙います。アイアンですね。はい、何番？3番アイアン。3番。このラフで3番アイアン。3番アイアンをちょっと開いてカップ気味に行くそうです。おー、かかってるかかってる。おおー、ナイスね。ちょっとフライヤーをイメージして。そうですね、あんまりかけないようにしたんですけど。かけないように打ったけど、ちょっとかかっちゃった。いやでもナイスナイス。ナイス。何番アイアンですか？3番アイアン。彼も3番。はい、おー。左。ナイス。ピン横ぐらいの左かな。3番アイアンね、あのラフから打てるってすごい。いやすごい。なかなかパワーがないと、ねね、抜けないので、彼はやっぱりパワーが、うん、ちょっと画体見てもね、うん、パワーがあるように見えましたね。男子プロの方って結構3番とか使うんですか？3番や入れてる人、そんなに聞かないですね。そんなにないですよね。ユーティリティでね、やっぱグリーンがね、プロの試合になってくるとすごい硬いから、うん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 、ユーティリティで言うと球を高く上げて、はい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 、止めるっていう方の考え方になるかなと思いますけど、ね、3番アイアンが打てるってことは、うん、ヘッドスピードが速いってことなんですね。ね、すごい。こんなに結構みんなロングアイアンじゃないですか。なんだろう。ちょっとさっきスプーンをちょっとミスっちゃったのでリベンジ。うわー、ナイスショー。すごい、めっちゃいいショット。これは採用。シソウスの平井くん。これ修理地じゃないの？修理地はじゃないんじゃないですか。修理地じゃないの？はい、この間は多分大丈夫です。なるほど、なるほど。この狭い幅が修理地ってことね。143ヤードってことは、まだ当てるわ。何番ですかな。ピッチングぐらい。全然違うじゃん。いいよ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 。手前。オッケーオッケーオッケー。ショットダフっちゃったね。緊張緊張。すぐでいくの。はい、はい、いい音した。いいピン筋ってる。おー、ナイス。あれは止まってる。いい球ですね。非常にいい球ですね。あれはちょっと止まってそうですね。はい、西里葉くん、はい、前回の沖学園のキャプテン、キャプテン、最後の夏ですね。はい、肩書きだけです。肩書きだけ。そんな先生はすごい期待してましたよ。いやいやいや、いいね、飛んでるね。これはピッチングか。逆に52度かな。50度。50度です。おお。あれそう。ピンの右からの方がパターしやすいんですか。ピンの右側。ザベスポジです。うん、修理地の出し方教えてもらっていいですか。まずスタンスとって、はい、でそこからドライバーでワンクラブ。この中、この範囲内、はい、はい、膝から
はい。はい。ピッチングですか。いや、9番。ピッチングが大好きなリンゴルフです。おお。ナイス。なんか今ライン。ちょっと抑えてライン出しですか。ね、はい、そうです。うん、ナイスショット。ナイスショット。田村君ライン出し得意ですか。はい。ショートアイアンになるとライン出しが多い。そうですね。どっちかというと。うんうん。ショートゲームが割と得意なのかな。グラウンドインは好きです。うん、ナイス。速そうな感じ。速そうですね、うん、結構傾斜ありますもんね、うん、おー曲がっ、わ、ちょっと速いね。ナイストライですね。惜しい。最後切れたね。曲がって、おー来た。おー、ナイス、ナイスバーディー。ナイスバーディー。うん、ナイス。さらっと入れましたね。ね。おお、はい、みんなさらっと、さらっと。ナイス。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。意気込みを教えてもらってもいいですか。はい。で、最後の団体戦になるので、まあ、チームのみんなと頑張って、まあ、来れてない人もたくさんいるので、部員の中にも、うん、その人たちの分まで最後まで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。キャプテンらしいこと。僕はまだ2年なんで、来年あるんですけど、今来てるキャプテンの岡田光平さんが今年で最後なので、うん、岡田光平さんのためにも優勝できるように頑張りたいと思います。今年最後の団体戦で最初で最後なので自分の仕事ができるように精一杯頑張ります。まだ僕は5人目の補欠として来てるんですが、みんなの応援を頑張って明日から行きたいです。はい、皆さんいいね、いい意気込みです、ね、なんか青春。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご紹介学校最後の先生となります、はい、沖学園の和田先生です。和田先生で、はじめまして。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年 の、 意気込みは。意気込みはやっぱりもう、はい、しばらく男子に関しては優勝から遠のいてるので、はい、7年ぶりの優勝を目指して、はい、もうチーム一丸となって頑張っていきますので、はい、さっきは沖学園のジェリーハ君、はい、ちょっと密着させてもらったんですけども、うん、彼はどのような選手ですか。そうですね、非常に、マナーも良くて、まあ、謙虚と言われてます、ね、それこそ先輩、彼より数上になりますからね、うん、今活躍している時松龍光君、うん、と、まあ、同じ師匠篠塚さんに習っていますので、はい、スーパー謙虚と、篠塚さんも、おっしゃってるぐらいの選手ですので、そういった部分も見ていただけたらと思います。はい、それはちょっと今後注目の ね、はい、選手、注目の選手ということで、はい、優勝、はい、を目指して、はい、明日から頑張ってください、はい、頑張ります。ありがとうございます。見てください。うん、なんて書いてあるのか分かります。オークリーチームジャパン。チームジャパン、うん、でチームジャパンの上に、うん、ジャパンハイスクールゴルフアソシエーションと、はい、高校ゴルフ連盟の、うんうん、のインターハイの連盟のマークになる、うんうんうん、で今回、私オークリーのスポーツマーケティングもやらせていただいてるんで、うん、ジュニアを応援したいという気持ちから、日本代表のユニフォームをオークリーで作りました。はい、どうですか。めっちゃかっこいい。やっぱなんかスリムなのってすごいかっこいいですよね。シュッとしてこれはかっこいい。なんかデザインもすごくいい。ありがとうございます。このチャック、うん、おしゃれチャック。おしゃれですね。今回胸に ECC さんのワッペンもついてるんですけど、うんうんうん、スポンサーになっていただいてますので、うんうん、胸にワッペンつけさせていただきました、うん、ポロシャツも白もあるので、うんうん、一応ポロシャツは三色展開、うんうん、かっこいい、はい、でアウターは、飛行機移動などね、新幹線移動などみんな揃って行くとなんかちょっとかっこいい、うんうんうん、サッカー選手のスーツじゃないですけど、うん、ぽいね、うん、日本代表。そう、これを着て移動したら日本代表ってすぐ分かってもらえるように、うん、はい、イメージして作りました、うん、ぽい。サングラス、ね、サングラスオープニーって言ったらサングラスのイメージ。ぜひぜひこれを着れるように
ジュニアの皆さん頑張ってほしいなと思います。はい、はい、今回はインターハイの開会式の裏側に潜入したいと思います。はい、なんか久しぶりに文化会館っていうところに来ました見てみて、失礼します。めっちゃ文化会館。一応ここにね、生徒が皆さんこう並ぶんだ、はい、埋め尽くすわけですけど、一応今リハーサル、全力を尽くすことを誓います。令和元年5月8日、5月8日非常に緊張してる。こういうところ見れないですからね可愛い。これは団体の開会式ですね。そうですね。ちょっと選手が入場してきた。はい。そうそう。本日 YouTube チャンネルのリンゴルフっていう番組があるんですけど、はい、そこに純さんを。サプライズね。これサプライズ。サプライズ。サプライズですよ。今回アンバサダーを務めてらっしゃる。どのような形でというか、どのような経緯で。我々はどちらかというとゴルフっていうのはそのフレンドシップといいますか、スポーツマンシップというか、そういうものをまあどちらかというと生涯にわたってね、素晴らしいその体験ができるので、そのゴルフにまあ感謝したいという、それでみんなも素晴らしいじゃないですか、ゴルフを通じてそういうものスポーツマンシップとかフレンドシップみたいなのを培っていってほしい。じゃあゴルフに一番大事なものって何ですか？クラブとボールじゃないですか？間違いないです。間違いない。面白すぎる。なるほど。間違いない。そっちの方です。あ、でも大事。それがないとできないですね。やる場所とね。やる場所とリアルです。まあ、俺はこれだと思ったんですけど、すいません。リアル、リアル。非常に豪華なね。はい。急にすみませんでした。ね、ありがとうございます。阿部翔さん、お願いがあります。はい、これをすごいラブレター読まれてる気分なんですけど、はい、大丈夫です、はい、じゃあこれ、はい、はい、いいですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、何も言わずに伝わったんですね。大丈夫、伝わりました。私の思いは伝わりました。リンゴルフの気持ちは伝わったんですね。はい、読ませていただきます。あ、ありがとうございます。お願いします。ただいまよりゴルフパートナープレゼンツ令和元年度全国高等学校ゴルフ選手権大会文部科学大臣期争奪第40回高校団体の部およびゴルフパートナープレゼンツ令和元年度全国中学校ゴルフ選手権大会文部科学大臣期争奪第27回中学男子団体の部第12回女子中学女子団体の部の開会を宣言します。高校男子の部埼玉栄高等学校高校女子の部滝川第二高等学校ゴルフという競技は言うまでもなく人間を育てる競技の遅い早いそういったものを競うだけでなくてですね、一人一人が自分との戦いを制して結果を残すというような非常に尊い競技であります。そういう意味では今回は団体戦です。皆さんが一人一人回るパーティーはどこになってもそれぞれのことを心に浮かべ頭に浮かべまさにワンチームとしてですね皆さんの努力の成果を結果につなげていただきたいなというふうに思っております。先生、我々選手一同は日頃から支え合ってなさっている先生方仲間たち家族に対しを
当連盟主催の全国高等学校ゴルフ選手権大会男子団体の部によって40年連続出場を果たしました。ありがとうございます。また今大会の練習風景を YouTube チャンネルのリンゴルフにて取材しております。本日9時頃から大会期間中に複数も公開されていますので、皆さんぜひ YouTube のリンゴルフもお楽しみください。はい、暑いですが皆さん明日からぜひとも頑張ってください。なんか開会式とかこういう雰囲気すごい久しぶりだったんですけど、熱い戦いが始まるんだなっていう、ちょっとこう締まった開会式だったなと思います。うん、ゴルフって本当に素敵なスポーツだな、感謝の気持ちを忘れない。皆さん明日から頑張ってください。皆さん開催中なのでぜひともご覧ください。ゴルフネット TV で見れるそうなので、皆さんぜひとも試合を見てください。応援してます。